どうも皆さんおはようございます。おはようございます。寒い中本当に大変です。最初に今日は前回の振り返りをして、それでちょっと全体のスケジュールもファシリテーターの皆さんと、ちょっとこの間ワンダーツに相談して、ちょっと今日の予定を当初の案内したものと変えております。まあ、それなんでかというようなこともちょっとお話しさせていただきます。最初に、皆さんが前回行われた作っていただいた無理や問題、課題ですね、それをもう一度振り返ってみたいと思います。割と共通して高齢化というのは出て、ております。それで交通の問題、それに伴ったんですね、交通の問題があります。で、それを全体こう活性化というようなことや、近所付き合いが薄れてきているとかいうような、それがゴミやなんかの捨て方やなんかにも現れている。で、これからの反対に子ども少子化というのはまた課題になっています。で、この間お話して結構問題ばっかりだと暗くなるそういうこともご批判にありましたので、今日は今度はじゃあ未来を考えて、ビジョンを考えてみたいということで、設定しました。現状こういうことを認識しながらどうあったらいいかっていうのは、また将来の方向を考えるということで、今日SWOT分析というものをやってみようと思います。そこでちょっと前回、その前にですね、案内したのがこういう内容で、今日はこうステークホルダーとか地域の課題というのは考えようと思っていましたけれど、皆さんの感想をですね、ちょっと聞いたときに、全体、好評であったんですけれど、言われたな、見えない見えない、明日これ質問がありました。これちょっと皆さんと考えたいと、地域はどのように考えたらいいかというようなことですね。まちづくり協議会を運営を考えるというのをテーマにしましたが、地区っていうのは6地区っていうのは広すぎるということがありました。で、そこで確かに、行政の方では6地域に分かれていますけれど、皆さんがこう展開するときに、まちづくり協議会でその中いくつかのまた地区に分かれたら、細かい地区ですね、そういう中でまとまるところからこう、展開してもいいんじゃないかなと思います。そんなエリア範囲をですね、少し自由に考えていただいて、これからまずどこからやるかとかいうのは皆さんができるところで考えていければと思っております。全体に、ご用でありまして、この私広くワークショップをもっと広く伝えるにはどうしたらいいか、遠くの人、これも課題でありまして、ワークショップっていうのは大体20、6人が1グループで6636、みんなこう絶対発表したり、この間に各グループ発表とか多すぎると時間もかかってしまいますので、24人から36人ぐらいの希望ぐらいが適当と言われてますが、それ以外のこう参加する人が限られている場合にどうしたらいいか、だからワークショップとですね、アンケートを組み合わせたりとか、ワークショップの結果をいつも数字、私はこう今回は研修ですけれど、
実際にやるときはワークショップの結果を通信にしてですね、で、簡単な1、2枚の通信にして、こういうことがあってこういうことがあって誰もが見れるような通信というものを発行したりして、伝えております。で、何か意見あったらそれに寄せていただく、アンケートをやって、全体の傾向なりをまたワークショップで考えるというようなことで、いろんな方法で、多くの人をここに関心を持ってもらう工夫をしています。まあ、まだまだ多くは大多数の人は無関心というところに、そこに、こうどう接近するかはまだまだ課題はありますけど、熱心な人は熱心なんだけど無関心な人は圧倒的多数というような状況をどう変えるかというのは、まあ、広報をそういう通信やなんかの今 SNS とかそういうコンピューター、若い世代やグループ別、世代別とか、まあ、そういうようなことで、ワークショップをいろいろやるとかいろんないくつかの方法はアメリカで行われています。さて、そこで、修正ですが、今日はビジョンを描く、世代をつなぐと、そういうことで相当分析、それから提案作りで、最終的に全体をですね、この間のお話で、皆さん町育てという言葉を気に入っていただいたんで、町づくりっていうとハードな、まあ、サイカスまでも考えるようなイメージで捉えるんで、まあ、身近なところからできることっていうので、また少子化で子どもも大きなキーワードになりました、次世代とかそういうのを育てていくという意味で、人材を育てていく、若い世代を巻き込む町育て作戦というようなものを皆さんに考えていただく、協議会の中でその町育てを展開する作戦を練っていただくというのを課題にしようと思いますが、よろしいでしょうか。各グループでこの皆さんなりの、モリアなりの町育て作戦考えていたということで進めたいと思いますが、こういう課題にちょっと読み替えましたか、よろしいでしょうか。はい、じゃあ皆さん納得いただいたということで、これを最終的な成果物にしてですね、これから皆さんのパフォーマンスを期待したいと思います。じゃあまた電気つけていただいてください。それでは今日のですね、まあ、アイスブレイクから始まるんで、いつもそのビジョンっていうので、今度はちょっと夢を皆さん話していただいて、A4 の紙があります。まず個人作業で、大きな字でですね、A4 の、 紙に皆さん何をしたい、何ができる、何をしたいっていうのを上に書いていて、私は何ができるっていうのを下の方に大きな字で書いていただけますでしょうか。皆さん、私は何をしたい、何がありますか。さっさっ大きな字で、プロキーのこう太字、字で書いていただいて、それも見えるので、後でこうちょっと表紙あったりします。全員もある。ちょっとよろしいですか。はい。その内容はですか、個人的な趣味みたいなことでよろしいですか。そうそう、結構です。私は蕎麦を打ちたいとか、マスターしたいとか、山登り、どこの山登りたいとか、そういうようなことでも結構です。皆さんが個人で、いやしたいこと、下の方は何が自分はできる、自分の特技でもいいし趣味でもいいし、何が得意とかいうようなことでも結構です。一つで結構です。
さて、よろしいでしょうか。次ですね、ちょっと皆さんにお聞きしたいんですが、守谷の自慢、特産とか、なんか名物でもいいし、名所でもいいです。守谷の自慢っていうので、どんなのがありますでしょうか。昨日私、カンブリア宮殿で見てたら、家内の実家カスターなんですけど、カスター、サザコーヒーが出てきてです。サザコーヒーってはすごい茨城発で、東京の、東京生まれ、キッチンっていう大きな再活ビルの中に、サザコーヒーのこだわりってもすごいなと思います。なんかそんな守谷ならではのものが何がありますかね。生涯学習活動ではやっているんですけど、陶芸ですね。和紙ことがあるとは、あることは有名じゃないですけど、やってる人は深く専攻してやってるんですから有名じゃないけど、東大、上げていちが、はい、では皆さんのしたいこと、できることと、こういう言葉一つをまたプラス、この言葉も使って、この少子化っていうのが、まあ次世代でも結構ですが、この言葉とこういう言葉と、2つ、この中の1つでも使って、なんか1つ、皆さんのしたいこと、できることと、この2つの言葉で、なんか物語をちょっと考えてみてください。文章も私はこういうことができるというと、守谷は、こういうものが、その子供たちと一緒にこういうことをしたいと。あ、そんなことで別の紙のがあるんですか。はい。別の、みんななんか大きく書いて書くところが、いっぱいありますから、紙が。はいはい。じゃあ、書かなくても頭の中でこう説明を、はい、書きたい人は。はい。後で、グループで。即興でこういうのでも結構ですので、書くと構えてしまいますので、頭の中で話して、即興で、話してもらいます。じゃ あの考える3分ほどいただきます。3分です。もう時間短く
この間の感想で時間が短いというお叱りをいただきましたが、時間短い中でこうできるだけ、最大のこう行動を示すということで、まあ、積み残しやなかったらまた言っていただいて、それをまた振り返りながらまた行きつ戻りつ、まあ、3歩進んで2歩下がるというような進み方もワークショップでよく行います。聞いて考えて、分経過しました。1分半経過しました。残り1分です。これはあくまでもゲームですので、責任伴いませんのでこれだけあくまでもゲームで面白く、自由に考えていただいて結構です。残り30秒です。3分の1、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 3分の
ですね。申し訳ございません。まあ今ただですね、毎朝走ったらラジオ体操してますんで、意味ないことはできると思います。ご一からちょっと。その時は私です。昔もね、変わらず、下地域の祖先の方が来たのに、そんなに言うかと思うのが、例えば、そういうものをと言っても、あなたとかに言うとか、そういうのを、そこらに行って、じゃあ、関係が始まったのは、変わっているのか、また、何かの職業があるのか、ちょっと、桜の森公園とか、もうちょっと自然の技術を、やりたい、ある意味やりたい。説明がちょっと長くなってるところもあるんで、こう一つのこう文章でこう簡潔に喋っていただけたらと思います。食べること、健康、それから自分の時間ですけど、梨作り、食べる、はい、はい、さらに、まず、森屋さん、カスタはとか、厳しい経由、親切により、マイナーを増えるよね。私は得意はですね、子供たちの業績を年齢が生きているもう50年は今そういうことで、子供たちを通じてですね、親と接触をする、親と接触をすることで、親って気軽に子供の家庭には見えるもんね。もうちょっと前に地域としてマップを作っていくという、そういうことです。農業公園なんですか。いかがでしょうか。全員発表して、なんかこれは面白いというのを決めた、またはこちらまとめているような感じです。それでもいいですか。もう皆さん終わりました。発表よろしいでしょうか。はい、じゃあ、こちら、一般から、はい、紹介どう見てみますか。まだまとめられない。じゃあパスして2班後で、まあ、いいですかね。一番のテーマで全体の意味なんですけど、絶対になって、まあ私ども先週子どもについて考えたいということで、それと、もう一つは今日出てる利根川、まあ、都会が鬼怒川と3つの河川があって、これ、森屋の自然 の資源としてはなかなかまだ生かされてないと思うんですね。でそれでその辺を結びつけて子どもに外遊びをさせたい。で具体的には子ども探検隊を創設する。
それで具体的にはですね、鬼怒川に2万年くらい前 の下に、昔海だったところの海岸があるんですね。冬季になると川が浅くなるんで貝がはっきり分かるようにそれをね拾ったり、それから水の中でカヌーしたり水上自転車というのがあって、そんなのを子供に体験させる。それから昔我々がやったんですけど、トイレっていうかな、いわゆる基地を作るみたいなのが楽しいんじゃないかと思います。でそれから小海川の方にですね、自然あれ国土交通省が認めたかどうか分かんないですけど、ミニのタタゴルフ場を地域の人が作ってるんですね。でそういうものも大人もできるし、せっかくの自然をですね、もったいないんで活用しながら、あまりお金をかけずに、ね、子供に外で楽しく、今家の中でこもってたりゲームしてるのが多いんで、そうすると、子供も体力をつくし、これからの守谷の人材として頑張れるんじゃないかと。以上です。どうもありがとうございます。じゃあ3番じゃあ3番の私、箱崎と言います。無限にやらせてもらっています。今回はこの、講義を受講させていただいております。私はですね、一応今69歳なんですが、64の時から陶芸を始めまして、で一応60の手習いということで今やって、才能もセンスもないんですが、一応そこそこのものは作れるかなというふうに自分で思ってるんですよ。それで一応今孫が幼稚園に行っておりますんで、自分がその陶芸ですね、作品を作ることを、その孫を含めたその若い世代にですね教えるということによって、その世代間のコミュニケーションをですね図っていくことをやっていきたいなというふうに思っておりまして、また世代間のですねコミュニケーションギャップっていうものが叫ばれておりますけども、もしそういうものがあるんであれば、そういうことを通してですねコミュニケーションギャップを解消していきたい、またそのコミュニケーションギャップをですね埋めるそのツールにですね、自分がその陶芸で作品を作れるというところを生かしていきたいければなというふうに考えております。以上です。なるほど、この陶芸ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ一般よろしいでしょうか。はい、ですね基本的なキーワードは子供なんですよ。で方向性は違うんですけど、皆さんで最終的には子供と一緒に楽しんで学習したいと。でやり方は要するに農業公園みたいなのを作って、一緒に農作物を作ろうとか、あるいは科学の楽しさっていうんですかね、そういうのを知ってもらおうとか、あるいは何て言うの、機関車ですよね、を通らして、で一緒に遊んでコミュニケーションを深めようと。ですから聞いてますと、皆さんのところがある意味子供という、なんか年寄りというか、じいちゃんの心配というか、今後の次世代への伝言みたいな形のあれになってるのかなというふうに思います。以上、すいません。はい、ありがとうございます。さて、3番の中で選んだアイデアですが、どれがこうやってみたいとかありますでしょうか。どれも探検やってみたい、探検とか利根川、それからそういう陶芸屋なんかで、またこう農業公園や科学的なもので、そういう学習と、そういう遊びと学び、そういうものの場というのが提案にありました。皆さんでできること、やりたいこと、ゴルフやりたいとか、なんか子供の孫と一緒に、実際皆さん、お孫さんとなんかそういうことやったりしてます？最近、うちの孫がね、世田谷に住んでるんですよ。森役ですね、私、夏時代に行くんですけど、山があって、そこへ連れて行けるんですよ。
ユリの山公園で、はい、でそこ行くとね、枝をね、集めて、でその家を持ってきてですね、で家の島の上にですね、こう建てるんですよ。んで、基地をね、先ほどの隠れ基地と、うん、それを見ててね、あ、都会の子ってこんなんね、興味ないんですよ。あともう、枝ばっかりなんて庭が大変なんですけどね。面白いなと思いました。それで小さな発見ですよ。自分で建てられないからね、穴掘って建ててくれと。だからね、子供ってこんなに興味あるんだと。そう、皆さんの子供の頃はこんなことをやったんですね。それまではね、ラジコンでやってたんですよ。で、芝の上にね、ラジコンで走るですね、コース作ったでね、あんま乗ってこないんだけど、先言うたらね、そのすぐくらいにいてもね、あの林の中入っていってね、枝をいっぱい掴んでですね、子供ってこんなん、今言う5歳と、ね、4歳と、それは大事な、だから子供ってこんなに興味あるなと思いました。まあ一つの意見です。はい、あの今のお話のようにご自身のお孫さんではそういうのをやる機会ありますね。他人の子供、孫、他人の孫、他人、そういう接触は皆さんありますでしょうか。放課後の子供たちがいて、かつ、小学校の中にですね、まあ、普通児童クラブっていうのは、あの、まあ、両親ともばっかりしてる人が多くてなんですけど、子供たちとまた別にですね、そういうことじゃなくても低学でですね、あの放課後2時間ぐらい、あの活動してる。ちょっとすみません、マイクを使っていただけますか。はい、あ、すみません。その中でですね、私なんか野球が好きなんで、子供の野球とか、まあ、サッカーとか一緒にやるんですけど、ただあの、まあ、学校の中でですね、指導員の先生方は安全っていうことが一番問題になって、なかなか外遊びをさせてくれない、まあ、暑い時は、まあ、熱中症になるとかですね。で、子供はストレスたまるんですよね。やっぱり外遊びで、まあ、我々ちゃんと見てればそんなにね、安全性は保てるんですけど、結構今あの保護者の方がかなり厳しいんで、先生方も少しですね、そういうことを気にしすぎちゃってる面が、私なんか携わってるとあるなと思ってるので、社会の変化が、そういう保護者の方含めてこう、まあ、先ほど自然の中で遊ぶと言って、ね、私の同僚で虫の昆虫の研究室がありますけど、最近虫嫌いが増えてるし、子供ってもともと虫好きじゃないですか。で、だけどもう特にもうお母さんちょっと女性であれだけど、もういろんな虫でこうそういうのをキャーってやってね、それ反応してるから虫嫌いで、結構虫嫌いの学生、昆虫系が学生少なくなったと思ってる。まあ虫の話出たんで、まあ、我々あのジョギングクラブで、やってる先生、東大のその虫の大先生であるんですけど、よく公民館なんかで子供、夏休み子供に対して虫のことをいろいろ体験させるんですけど、それで守谷市はですね、昨年から、いろんな虫とか、まあ、蝶々とかですね、面白い、昆虫見たら、いわゆる、火の方に、送るんですね。そうすると、それを先生が、これはどういうものだということで、答えてくれると、そんなことを昨年から始めてます。なるほど、それがいいですね。それは、まあ、そういう遊びから、虫遊びから、そういう探検とか探検ですね。そういうものにつながるっていうのはすごい。その今のお話のように、親が、まあ、保護者がもう皆さんこの子の子供の頃と違う感覚にいて、社会がどんどん変わる。これは社会の変化で課題になってますね。で、今ですね、まあ、防犯の方で最初に私、まあ、話をするときに、あ、でも
子育てな保育所、保育所にお年寄りが関わるという保育所の散歩でいろんな地域の人と出会ってですね、それで、おじいさんやおばあさんがこうちっちゃい子、他人の孫に関わる喜びを見出して、誰かが言ったんですよ、それを他人の孫、それを卵って言ってたんですよ、卵卵を育てるっていう、まあ先ほどこの間町そうなんですけど、卵を育てる、もう保護者だけに任せてじゃおけないというので、だんだんこう子供が変われば親の意識も変わる、卵に関わる、だから卵を育てる、それは地域の、子供を育てる、地域の後継者を育てる、卵っていい言葉だなと言いまして、卵を育てる、有名なアフリカのことわざで、ヒラリー・クリントンさんが引用して、子供を育てるには村が必要、子供を育てるには村が必要っていうアフリカのことわざを引用して、子育てのことを書いた本が翻訳もされてますけれど、まあ日本でも昔はそういう他人の子供に関わるっていうのは結構村の社会では子供がある家で村生まれたっていうと、それはもう子供は村の財産、みんなで子供を育てに関わる、あるところでは儀式的に伝統行事で子捨てっていう儀式があるんです。子供が生まれたら一旦こう道路に置いて通りかかった人がそれを拾い上げて、どこですかっていう儀式的にやって、そういうような、あ、子供は村の子っていう感覚は日本の農村社会にあったんです。まあ、それがね、子育ては親の責任、親だけに強いられて、で、お母さんはもうそういうのでノイローゼみたいな、特にまたシングルマザーの方や、シングルマザーで生計を立てるのもストレスが溜まってるんですけど、それで全部子供が泣きわめいたらもうそれでヒステリックになって、そういうのでいろんな家庭の問題、虐待とか精神的にある、そういうようなところへ、昔は家はなんか大声されたら隣が立ち込んできて、そういうように干渉するんだけども、そういう子育ては個人の親の責任になってしまっているところに、いろんな問題、歪みの問題があるので、まあ、この卵っていい言葉だなと思います。はい、私よくわかるんですね、デクスライダーは非常によくわかるんですけども、ただ現実問題ですね、僕の周りにもそういう子供たくさんいるんですけども、社会ノームというか規範として今自分の子供は自分で育てるっていう、そういう感じですよね。ですからどこまでそのこちらからですね中に入り込めるかっていうところがですね非常に難しくて、難しくなってる。それでちょっともう少し大きくなるともう塾だとなりまとめて、そちらの方もそこまで入り込めてないので一緒に遊ぼうなんとかそんなことをとても言えないですよね。そういったところで今のそうなんていうか、まあ柳井坂のそのあれかもしれませんけども、どうしても壁を感じてしまうんですよね。まさにおっしゃる通りで、先ほど言ったように社会が変化してきて、だからこれを変えるっていうのはそう簡単ではないんですよ。で、だからこういう大作戦なんです。作戦いわばその社会を変えよう、社会が変な方向に変えてたら、ただこう段階の世代、昔社会を変えようとして学生運動やらなきゃってこう変えられなかったそれでこう日本の社会はそういうように変えようとしても変えられなかったりっていう挫折感無力感でこう蔓延して、でその後の世代はもうやってもしょうがないとか、また学生運動も浅間山荘みたいな結末を示されて、文部科学省は大学の学生自治もどんどん取っていって、それでもう今の教育が与えられたことをやること、自ら変えようとする意欲がなくなってきてるのは
今の状況、特に若い世代、子供なんかも、学生なんかもそうです、もう。だから、今の、まあ、政権もいろんなスキャンダルあっても、なんか維持されてるっていう、日本の社会の。不思議な、だけど日本に限らず、世界中がなんか、強力なリーダーシップ、要素、大きな力で、やっぱり安心みたいな感じになってきてるというのはよく言われます。昨日ドイツからの、人たちが来て研究の共同でやって、まあ、やっぱり社会はそういう世界が、民主主義自体も危機になっているという状況があります。まあそういう状況の中で何をこう孫子の世代に伝えていくかっていうの、皆さんが頑張らないと、どんどん社会が変わるわけです。そこで大作戦なんです。だからそれを皆さんこうまず共犯者になって、地域ない、いい意味の共犯者で、協議会やなんかに共犯者をこう作りながら違う価値を作っていく、まあ、それは共犯者の中にも親、保護者の世代、それを感じる人たちもいるかもしれない。そういうのをこれから大作戦で考えようと。よろしいでしょうか。その作戦を皆さんお伝えしたいと思います。さて、それではちょっと私がワークショップでそういうのが変わった例を、まあ皆意識が変わった、まあ意識化っていうのがワークショップ、意識を変えるというのがワークショップだというお話を前回しました。それで一つの例、私が今までやったワークショップで一番手応えがあったワークショップ、その地域が変わったという話、それをちょっと事例として、ご紹介させていただきます。これは日本じゃなくてフィリピンでした。で、私は JICA の依頼で、フィリピンで、住民参加の村づくりをやってくれた。JICA も今まで巨大プロジェクトで何名なんか作ってきた、まあ、その前に JICA の外部評価で、まあ、プロジェクトの評価でスリランカでやったレポートが下地になってるんですけど、そこでそういう住民したいろんな NGO とつながってやるとか、そういうのを提案したのが、じゃあやってくれというので、フィリピンのオホルトっていうセブ島とみんなの間にあるマルコイ島です。そこで、96年と97年行いました。で、そこ の1年目はですね、失敗したんですよ。まあ、長期、私の同僚が入って長期専門、私は短期で入って、で、地元の有力者に人集めをお願いしたんですね。まあ、地元の集落の代表、そしたら地主層の指定だけが集まって結果いろんな問題の当事者は参加せず、あんまりうまくいかない。それで2年目は今度は、漁村部のスラム地区です。不法占拠で、あの人が住んでいて、いろんな問題で、ダイナマイトフィッシングっていう、こうそういう漁をしてどんどん環境が悪くなる。そこで、今度は、事前にちゃんと準備をして、各階層から出てもらえるようにお願いします。こういうところです。掘ったて小屋みたいになって、これ大潮になると潮がこういう、だから野菜も栽培できない。で、ヤシの葉を拭いたこういう小屋です。で、ゴミは結構散らかったまんま、というのに豚なんかお話し飼いで飼って、います。こんな散らかってるような状況ですね。で、野菜やなんか、あれ、ちょっと、さっき配った、あ、そうか、これじゃないんだ。
あの前回演劇ワークショップの話をしました。意識が芽生える。で私はこの、この間したまさに学生運動段階の世代の時のアンブラ劇団の黒テントが障害者の人たちと、まあ、昼間空いてるんで障害者の団体の私こうボランティア活動でそういった人たちが表現するというのが演劇ワークショップに出会ったこういう上田さんという話をしたし、で、そこでこういう演劇ワークショップに出会いましてですね、でこういう演劇ワークショップはルーツは心理学で心理療法として考案されたっていうのを知って、で、こういうウォーミングアップアクションシェアレビューすると非常に補助自我ってファシリテーターと同じような、あ似たようなものだと。で街づくりのワークショップと演劇ワークショップのクロスオーバーってありますが、まあ、こういうのを一緒に仲間とやりながら私もその方法を身につけてこういう最後に評価、こちらは黒テントの人です。で、そこで、もともとはフィリピン教育演劇協会、プロの劇団でもあり社会教育 の、 あの団体でもそこがこういう方法を編み出したっていうのを知ってそこから学び、ことになりました。でそこでさっきの JICA のプロジェクトでこうやったわけですね。そこには参加部でさっきずっと言ったように共同トイレも壊れたまんまですね。ゴミ散乱で、まあ、病気が蔓延する。ダイナマイトフィッシングっていうのは知ってますかね。ダイナマイトをこう投げるとボーンと爆発して魚がショックで浮いてくる。それだとサンゴ礁がどんどん壊されています。とますます、魚が少なくなる。そういう悪循環をやって、こんなちっちゃい魚しか取れないんですよ。で、まあ不法占拠してる漁師なんですけれど、で3日間のワークショップのプログラムを組んで、そういう問題の層の人たちも出てもらい、町づくりのワークショップも私たちは現場の点検地図作り、そういうのを見て回りながら問題を地図に落とし込む。地図もなかったんで私事前に行って、地図もこうやって作りですね。で、こういうところには分かりやすいのでポラロイドカメラで撮っていいところ悪いところこれ丸バツで示してもらう地図、まあ、こんな簡単なワークショップこういうようにですね、そうするといろんな情報でよく分かります。でそれをこういうワークショップでよくやるのはドットシールを持って、ベスト3ワースト3地域の良いところをよく問題だけだったら皆さんようにこうどんどん意気消沈するんです。良いところも発見してもらうということで良いところ悪いところベスト3ワースト3を選びました。ワークショップはこういうふうにシンプルに落としていってまず何からってそういう優先順位を考え出します。集計してドットの集計で選び出してで、問題を4つ選び出して、テーマですね。で各グループで、活動計画作戦を練るんです。作戦アクションプランって言うんです。それを考えてもらいます。こんなようにアクション何が原因かで今日の、ね、ビジョンです。じゃあどうあったらいい、ビジョンとその問題を結びつけてじゃあ何をやったらそういうふうになるかような計画作りをしました。でそれをですね今度は演劇のワークショップの方法で今度は村の先ほどの全体にいかに全体に広げるかってありましたね。ワークショップの演劇ワークショップは最後に皆さん村の人に見せられるんです。そんな発表だとちょっと迫力がないかもしれない、呼んでも来ない。演劇をやるとまあ、日本だったら来るかどうかあれですけど、こっちはテレビもまだあんまりないというようなことで、最後で3日目の午後にはこういう集まったワークショップの成果を演劇で、発表しますちょっとみんな来てくる。でそれに向けて、体で表現する演劇のワークショップはいろんな問題を先ほどの提案のですね、問題の原因それからどう変えるか起こった問題が起こったそしたらその後というような起こる前と3番目で表現すると問題の原因考えたりそういうようなことで今度はそれをビジョンにつなげる。
まあ、そういうような場面構成で演劇ってやるとセリフを覚えるのでみんな躊躇しますが、セリフはなしで体で表現する、そういう方法です、ベタのワクチンで。即興的にそういう中でみんな体もほぐれ心もほぐれて、即興でもういろんなアドリブで面白くなってきます。で村の人を呼んで発表です、大勢集まり、この時に大事なのは市長とか議員とかキーパーソンを招待する、それを見ても本当演劇だから結構情動の面、エモーションが情緒を訴えます。で実際ここで昔起こったこと、まあトイレも壊れたままですが、皆さんそこいらでやるんですよ。だから病気が蔓延して人が亡くなったとか、それでも変えようとしない、トイレは壊れたまま、保健所に当たるところが便器を配ったんだけどそれを現金に変えてしまった、そういうとか意識が、そういう皆さんもなかなかこう行政も手を焼いていたところなんです。それを皆さんが過去に起こったことやなんか思い出しながらストーリー作ってみる、実際にあった話だから関係者、観客も目に涙流してこの演技見ていました。迫真の演技です。緊張しながらもこう迫真の演技でこれ亡くなったシーンで、その後に全体で公演後に全体討議をします。旗揚げゲームとか回答やクイズ出したり、まあアンケートみたいなものですね、どういう問題、どうしたらいいとか、またそこで意見をで、招待した政治家がこの辺感動して評価して、でこの提案にお金をつけようというように予算化するとか、そういう確約を得て、でこのおばあさん白紙の演技をして熱心な、非常に発言もで、翌年は JICA の評価で行きました。そして評価のために来たのは、まあ、事前に伝わってますから皆さんしっかり準備して共同トイレは直して改善して当番決めたと。でダイナマイトフィッシングは監視所を作ってもうやめて、やってるのいたら罰金を取ると。で魚の養殖サンクチャリを作り、マングローブもどんどん枯れていたんですけれど植林したと、まあ、そういうような計画に基づいた行動を示してすごい評価を得ました。で私は7年後にですね、たまたま、まあ、友人で森真由美さんって作家の人いるんですけど、この話をした時すごい興味持っていつか連れてってくれと言っていたのが、久しぶりに会ったら木下さんあの約束どうなったんですって、はたと思い出してじゃあ仲間を募っていこうと個人的に言ったんです、7年後に。そうしましたら共同トイレは相変わらずこうきれいに、でもう一箇所共同トイレですから、で不意に行ったにもかかわらずこうやって掃除をしている当番がいる、すごい。で家も小きれいになっていました、中もきれいにさっぱりと。このお母さんも参加した人です。でこれは日本の大学の女子大の学生も一緒に行きたいチームで、でそのさっきのお母さんの孫をですね、これはお嬢さんの旦那さん、孫が生まれ、これがお嬢さん、ね、でこっちは森真由美さんで、こういうように、で女性グループで花が結構綺麗になって、そういうのをやった女性グループのリーダーの方です。でそういう後に森さんも非常に感じてみんな集まってもらって話してくる、女性がこう活発に発言する。で考えてみたら最初に入った時は男性が話してて、男性のリーダーやで、この女性この方も参加したんですが、なんで皆さんこんな風に変わったんだって言ったら、いやあのワークショップがきっかけだって言うんですよ。あのワークショップ3日間のたった3日間のワークショップで、あのワークショップでこんなに変わるって皆さん動き出すって信じられない、ワークショップの何が皆さんをこう変えたんですかって聞いたら、この女性があのワークショップで私たちは生活にビジョンが持てるようになった、今まで
ダイナマイトフィッシングやなんかみんなやってても、まあ、そういうのは誰も止めようとしない。それからトイレも壊れたまま誰も直そうとしない。でそういうように皆さんやる気ない、無理休養とか、まあ、意識がない、でそういう状況だったのがワークショップで生活の未来像ってみんなで描いたらなんかこうポジティブになって意識が芽生えた。それでやろうとこの女性グループから動き出したという誰かが言い出して、まあ、さっきのリーダーの人、そういう生活のビジョンみんなでやろうじゃないかとか、やれるんだ、そういうようにビジョン、夢が持てたということが、ビジョンって、言葉で言いましたが、その夢が持てた。で、女性が活発になって、男性は何してるんだ、男性はおとなしくなってて、そしたら、俺、後で聞いたら、俺たちは女性たちを裏で支えてるんだって。まあそういう、まあ、この間お話したように意識が芽生えるっていうのはこういうワークショップの醍醐味で、私はこれ非常に手応えのあるワークショップでした。さてそういうことで皆さんに先ほどの作戦に向けての、ビジョンを描くためにやるよくある方法ですが、スロット分析っていうのがあります。これから皆さんの森や、また皆さんの地域ですね、先ほどの町、協議会などの地域で、単位で、また狭い範囲で、もっと狭い範囲でも考えても結構です。スロット分析というのは、分析はまずですね、皆さんのモリアの地域の、先ほど皆さんこういう出していただいたような強み、何が強みかというようなことをここに書き出していただいて、で次にこの弱みですね、この間のこういう問題ですね、課題、それなりを書いていただいて、問題ですね、これは自分たちモリアのまた皆さんの地域の持っている強みと弱みです。でこちらの表には外部の要因、モリアだけじゃなくて外からの要因で何か機会、チャンスが外の外部の要因、まあもちろんモリアがつくばエクスプレスができてこうなんかなかった、まあ、そこでいろんな要因で、まあ、オリンピックが開かれてそんなことで、外の要因で何か機会チャンスが生まれるようなことから、それから外の要因で脅威になることから、まあグローバル化が進んでいってとか、または日本全体の景気が落ち込んでくるとか、少子化、まあ、これは地域にも重なると思うんですが、何かそういうようなこと、例えば日本の政府で外国人労働者との外交のこうそういうような、まあ、それを機会と捉えるか、またいろんな不安と捉えるか、それにもいる、まあ、そういうような外の要因、ここにまず書いていただいて、その書き出した後にこれとこれを組み合わせるとどんなことが考える、先ほど物語を考えていただいて、そんなようなことをここにアイデアをどんどん書き出していただく、これがスウォット分析、これをちょっとやってみたいと思います。じゃあ、元気、よろしいでしょうか。グループの同士にこんな表を書いていただいて、少し、カードに書きながら、貼り付ける形でも結構です。
まずは表の養殖と標本のところをちょっとこの間ももう問題ですが、これをこう書き写す感じでも結構ですし、問題はそれから強みですね、先ほど出していただいたような強みだと書いていただいたり、外の、いろんなチャンス、機会、それから興味ます。まずこんな表を今日お配りの役がこんな表を模造紙にですね、まあ、マス目で、9マスがありますが、そんなマスを書いていただいて、埋めていって、カードに書いて皆さんもどんどんアイデアを出していただければ。じゃあこれをまずやってみましょう。町づくり協議会やなんか、またその中の地域社会コミュニティで、先ほどの少子化、高齢化とかそういう課題があるということはこの間の話の中であります、まあ、その延長で先ほどのこう作戦につながるような、世代間、まあ、そういうつなげる方向が出ています。世代間をつなげる作戦に向けて考えていただけたらと思います。お値段の分のものがあるとか、あ、土地がある、あ、有給地、有給地があると勝手に言うてしまう。川もあるし、ここに行く場所がある。有給地、リクソシャドウ、リクソは何のために強みで人を集める。まあ、まだ現実じゃないからね。内病院だから、守谷の強みと言われるんですね。少子化とか守谷とか
レディメイド。え？レディ？あれ住んでたんですけど。ダメだ。これからダメだ。ね。これから多くなってくるとダメだ。入らない。最初の時あと有効度が高い。あ、なるほど。まあ日本中だけどモリエント。ちっちゃい。はい。やばいな。我々帰ってます。
えらいのやつが悪い。市民が悪い。トップの国民が決められないのが悪い。ね、トップを国民が決められない。政治家ですから。ああ、そういうのもないですか。そういうのを野党が悪い。野党が悪い。周りまってないのが国民が悪い。トップタルはもしかしたらいるかも。弱みを持ったんです。もちろん
からやりますかね。俺ね、ここ全然わかんないけどさ、もう一回もまたな強火を使いですよ、これやらない。あの、おまけであります、パンがあります、何がありますかってさ、親に強火を子供連れてこようって言ったら、これ、止めたいとこは、生かしていただく。さらに強火、止めていただく。これは、変わらないと、変わらないと、世界は、世の中の中で、それから一方でその外部要因としては人材化が進んでます。その結果としてまあ経済も外国人の多いなと、それから社会的には AI が進んでます。国際イベントも非常に多くて、今も国際化にしてます。地方自治体の信頼度が高まっています。というやっぱ外部センター変化の中で、それ用にしてんの、今昔の旧の駅前開発が逆にもうダメなんですよ。もうあまりにも乗せますよ。ゴミ出しとか四段みたいな公園がどの駐車場割り方の方法が逆に進化してない。駅前というとどうやっていいのかと、あそこにゾーンがしょもう割り方が通してないと思うよ。4段もあるし、上段そんなやら、この高齢者の中で出し切りだとか、ゴミ出し開発にしないとか、足掛けだとか、いくらでも弱みはあるよ。そういう、だからそこで終わらせたっていうチャンスがいるのか、どういう脅威があるか。
ちょっと書き出して、そこが引き合わせて、こういうのに対する対策が。これやっぱり、弱み深海を形をやめよう。いや、あの、あれでしょ、宣言的なのは、日本一住みやすい町だから、宣言的な表現です。そうなんですね。これはなくて、キーの。あ、そうすると例えば、地元の産業の何が住みやすいわけですかね。いやー、まあ、その産業、僕らは新宿区ですね。例えば、あの、日本の都市計画、都市計画、あの、都市計画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 、都市だから高齢者の国の中で人材なんで、保険会社のいろんな入ってるのに、インターこれ、これ、使いますよ。いい環境もあるし、環境がそういう機会を信じて、努力できるけど、だから、高齢者の自然環境、社会に生かす。国の基準というか、例えば、民間のあれですね、福岡県の合同量とか、テレワークとか、世間的だと思うんですよ。要するに、そんな困っ
そんな影響あるもんじゃないか。混ぜこぜになるとこあるよね。あ、じゃあ同じやついってもね。関係者に具体的なちょっと防止センターとか何か。モリアリー、モリアリーね。できないと言ってるんだ。必ず子供を作るでしょ。防止センターです。で、そこで、ね、こういう話で預かってて、で、そんで、で、モリアで、ね、もしが一番好きなって言うなって言ってみんなとでも粘ってくるんですよ。だって貧困家庭とか言われて、貧困家庭とか言われて住むとこもないし、でね、預けるとこもないし、もうその女性というか、自然を相手に女性がいると完全な弱点なんですよ。女性の意見がないっていうのは完全な弱点なんですよ。ここに女性がいないっていうのが最大の弱点だよ。我々のあと何かありますか。そういう場所とか相談のケースの重要性、要するにその効果ですね、まあ、こっちに行って良きゃありなかったですね。女性を持った人が脅威切るのやめないそのことをして、こういうことをする活動する人が少ないことは、こういうことはない。だけども駅前だったら、今日ね、駅に子供預けて、気分で私帰ったら駅の前に住んでるのか、今日の今日ね、いい条件があるのにも、大体モリアがここに一つ入るんですよ。今カラコしてモリア、ボスボス肉汁に、そんな炭みたいな、そういう機械を生かす術を知らない人が多いと。悪いな。中央でどういうことをしてるんですか。中央公民館ボロボロでまた改修工事。ちなみにそれはどこにあるの。ヨーロッパですか。外国人。ここがないやつ。文化がないですね。こういう社会的なマイナス要因を見てるエリアなんですよ。だからこのね、ここがそれやったって感じかというね。あの新聞でしょ、離れる小学校の小学校の校舎で、でもあれせっかく毎年何年来てるのに、あの人たちのできた産物が町にないんですよ。あれをね、あのだな、まあ失敗するかもしれない。だから僕はまあ僕から英雄にしてたんですよ。あれは例えば CX センターがどういう。強いじゃなくて強みに変える。強みに変える。変える。デスクここはね、強みを強みに変える話や。そう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 。それどういう意味だったか。強みが強みをこうなんか克服するとか、強みを生かしてこの強みに対抗するとか。そうですね。グローバル化で、いろんな、まあ、ありますか、ね、輸入材が、あ近いな、セルフで言うのが、明治の、よくだから、ある、明治乳業、なんかそれは、地元産のなんか、ね、乳製品の、まあ、そんなような、そういうふうに見るから、世界観の断絶と共和の伸びの関係
化をもう全国奨励化を脅威を強めていこうと思って、奨励化はじゃあ悪いとは言い切れないんで、高齢化の中の問題が寝たきりが多いのか、そういうのが人口が少なくなって、働いてる部分がいない気が少なくなって、働けないでしょ。高齢化には意味がありすぎて、影響がかからない、大きすぎるな、まあ、その人のことを、それを踏まえたら、ここはそうしないそうですね、子供が多いです。自分のことを周りの人は再現できるぐらいなことなんでしょう。どうするか知らない。初めて買い物できて、ゴミ出して、自分でできるような。健康寿命を伸ばす活動を。早くはいいとか、早くはそのとおりです。高齢化を自然に超えて大人に生かす。梅とね。それはだからこっちにと少子高齢化とこっちの高齢化が合体したとなったりして。これも少子高齢化なんだかもしれないけど、教育の中に強くなるというのは、これは全体の部分もあるよ。誰かの断絶っていうのはさ、あの世代の状況がなくなった世代で、さっき言ったこの保育とかさ、あの子供を育てるとかいうのをやった上、あのじいさんばあさんに子供を預けられるようになれば断絶はやったじゃない。そのためにはやっぱ保育園じゃないし、保育園なくても13万人とか預けて都心に近いとか、だからちょっと小さもんか、だから大変ですね。国がやるか、費用はさて、立ちましたので、あと1分ですね、35分から45分まで休憩にしてよろしいでしょうか。次は45分から始めたいと思いますので、バターのところあと1分ぐらいありますので、完成させちゃってください。で、45分になりましたら、